こんな質問ありました。しゃがみ込みの時の足首の痛みで困ってます。臨床で多いのが心筋膜が飛行した心筋主体、この足首を上げた時のこのシワができる部分の痛みが多いです。この心筋主体には前頸骨筋、長母趾心筋、長趾心筋、第三腓骨筋、そして新腓骨神経が通過しています。ここの活性性が低下するとさっき言ったしゃがみ込みの痛みにつながりやすいので、ここをアプローチしてみましょう。アプローチする時のポイントがズバリ浮き上げです。皮膚に手を添えて浮き上げる、皮膚を浮き上げて足首を背屈、これを何回か繰り返して浮き上げ操作を行った後にしゃがんだ時に痛みが減れば、この心筋主体が原因だったってことがわかります。ぜひ心筋主体を浮かせて操作してみてくださいね。また質問してくださいね。